おはようございます。今日は2019年8月6日旅は6日目 JR 東日本上越本線の鶴岡駅山形県庄内地方鶴岡市です。ずいぶん来ましたけど暑い、暑すぎるよ。ダメだ、暑すぎる、危険だな。ちょうど羽黒山行きのバスが来た。予定変更してあれに乗ってもいいけど迷ってる間に行ってしまいました。羽黒山というのはこの鶴岡から少し離れたところ、バスで50分1180円のところにある、霊源あらたかとされる神社、信仰を集める山で、その山頂には合山神社、出羽神社、羽黒山神社という一つの神社があります。合山神社、湯殿山神社、羽黒山神社です。今変なこと言いましたが、もともとですね、出羽三山というこの辺りにある3つの、修験道、信仰の山、それに、全部お参りするわけですが、羽黒山神社の一番上にだけ参れば、全部お参りしたことになる的な場所がありまして、それで羽黒山は特に、人気を集めています。五重の塔などが人気。私も訪れたことがあります。山の上だから多分ここよりは少し涼しいだろうし、あとは大きな杉の大木がありますので日差しも遮ってくれるはずです。でもね、ちょっとバス代が高くて、予算オーバーだな。セミが鳴き始めました。また暑すぎますんで、ちょっと工程はこれ調整しないとなと思ってると思います。一応元々の予定を話します。今日この鶴岡に来たのはネットカフェに泊まるためです。バスに乗って、神社お参りっていうのも面白かったですが、ちょっとそれはね予算オーバー。そして一旦北上します。天る目というところから、うちのチャンネルでは初登場の陸羽西線に乗りまして、松尾芭蕉も撮りました、最上川の脇を通り新城へ、そして新城からは奥羽本線に入って南下、途中大石田というところで降りて、予定では自転車に乗ってですね、銀山温泉というところまで前に同じように行きましたけどね、行ってみる予定でございます。その後はまたさらに南下を続けまして、山形市、それの、西側にあります阿寺沢というところから、友達に迎えに来てもらってですね、今日は荒戸という私の友達が勤めている山形鉄道の終点の駅にある、その友達の家に泊めてもらう予定になっております。よろしくお願いします。駅のコンビニでこういうのを買いました。山形代表リンゴジュース。青森がね、リンゴジュースはいっぱい売ってますけれども、 JR の駅で山形方面に行くとこういうのもありまして、これ1本150円と高級なものです。私なんかアレルギーのものがいっぱいあって、なぜかリンゴはねジュースにしとけば飲めるんですけど、他にも梨とかね、ブドウとか、さくらんぼ、いろいろありますよ。8種類ぐらい種類があるんですよ。さすが果物王国の山形です。渋谷のハチ公は戦争にあたって供出されて金属のやつですからなくなってしまったんですが、それをやっぱりでももう一回作ろうよと言って、戦時中ですけどね、試作をしたんだそうです。その石膏像が鶴岡にあるんですね。そうか、今日はちょうど原爆の日でしたね。庄内地方はお米どころだっていうのをご存知の方多いと思うんですが、美味しいお米が取れる割にはブランド力はないのだそうで、セブンイレブンなどコンビニ業界のおにぎり、そこでの日本のお米として売っているものには全て山形県産のつや姫というブランドが採用されているそうです。それ5年前に旅館の人から聞いた話なんで、今もそうなのか分かんないんですけど、多分そうなんじゃないでしょうか。味は高いことで有名な魚沼産のコシヒカリにも全く劣るものではないというふうに聞き、実際そんな感じはしますが、私は味覚が未発達なのでよく分かりません。思って調べてみたらね、すいません、山形のお米をたくさん使っているのは間違いなかったんですが、つや姫というのはどちらかというとブランド米の部類だそうで、生え抜き、小学校の授業でも教わりましたね。それが、多くセブンイレブンで採用されているということです。山形県の食料自給率はカロリーベースで 142%、 特にお米がその数字を引き上げているものと思います。もっとすごいところもあるんですけどね、北海道帯広は 1200% です。天る目駅に到着。本当はこの天る目駅で向こうに止まっている列車に乗り換えるんですが、あの列車の出発までまだあと40分以上あるので、ちょっとこの先まで足を伸ばしまた戻ってきます。そんな短い時間でどこへ行くのかというと、昨日の夜にもこの区間は通ったんですが、真っ暗だったので一度最上川を渡ることができますから、列車で鉄橋から眺めてみようというわけです。今日は最上川沿いの旅。山形県を代表する大きな川というか、山形県で生まれて山形県で完全に海に注ぐ流れ切る川なんですけれども、このような大きな川で、それほどですね、長いのに一つの県でずっととどまっているというのはなかなかないそうです。水位はちょっと低いのかな。日本三大急流の中の一つにも数えられます。
今乗っている羽越本線は秋田と新潟を結ぶ日本海側の重要路線です。これ柱があるんですが、この柱相当古いじゃないですか。だからまあ昔からね、歴史が長い路線なんだなってことが分かるんですけれど、もともと最初は羽越本線ではなく、これから乗る陸羽西線として開業したそうでして、何が言いたいのかというと、その陸羽西線は最上川に沿って山形県の内陸と日本海側を結ぶ路線として開業したわけですが、つまりそれだけ最上川沿いの物流が大事だったっていうことですね。鉄道はもともと貨物で発展するんですけど、最上川というのはもともと山形県の内陸の方のですね、例えば特産の紅花とかね、お米とかも積んだでしょう。そういうものを積んで船に乗せてですね、流して日本海へ、この酒田のこの先のさっき渡ったところからすぐ行くともう海に注ぐんですが、日本海からは今度は長距離の船に乗せて、そして大阪方面とかそういうところは持って行ったわけです。で、その物流の、要として最上川はもうなくてはならないものでしたが、それを明治時代になってね、じゃあバージョンアップしましょうということで、この陸羽西線、これから乗る路線もできたのかなと思います。そういったことがね、この古い、明治時代に建てられたと思われる、この柱からも感じることができるわけです。でもこの橋見るとね、これコンクリが土台なんですよね。よくわからない、何なんだろう。でもここにちゃんとこれですよ、明治という、ここにこう字が書いてありましたんで、本当に明治時代に作った柱なのは間違いないですからね。日本海側の今の重要ルート、羽越本線が開業したのは陸羽西線開業後の10年も後だそうです。この渡っている最上川橋梁ですが、第一最上川橋梁かな、2005年の年末だったと思います。特急電車稲穂号がここから転落して大勢の方が亡くなった、そんな事故の起こった場所でもあります。その時列車は1時間以上の遅れを持って運行していて、折からの強風で所々徐行しながら、風が止んだところで120キロでの運転をするはずでしたが、運転手さんはちょっとこれ危ないかもしれないと一応100キロぐらいで減速運転をしていたようです。しかしちょうど最上川の上に差し掛かったところで、突然列車が差し掛かったのと同じタイミングで風速40メートルもの猛烈な突風が吹き、通常20メートルで列車は運転を見合わせるんですが、そんな2倍の風が吹いたものですから、たちまち転落、何人亡くなったんだったかな。この事故で5名が亡くなられたそうです。ただ人の命が亡くなり、大勢ですね、また怪我をした事故でもありましたが、これはもう予想のしようがなく、運転手さんも十分な注意をしていて、 JR 側の特に問題は何も認められませんでした。朝日新聞じゃない、毎日新聞がね、その時に社説で JR を批判しまして、いやそうは言ってもずっと運転してたんだからこんぐらいわかるだろうみたいなことを、社説に書いたんですけれども、その時に猛烈な批判がされたそうで、それもその通りだと思います。事故から12年が経った2017年には、 JR 東日本は新しい突風対策のシステムをついに完成させて、今運用しております。でちょっとね、今映像確認したらさっき風規制の数値言い間違えたんですが、20メートル以上の風が吹くと徐行、25メートルで運転見合わせということになっています。陸羽西線はおおむね2時間に1本、1日に1便、最上川号というのもあります。奥の細道を書いた松尾芭蕉も船で最上川を移動したということで、この陸羽西線には奥の細道、湯煙ラインだったかな、そういう名前がついているんですが、湯煙はもうちょっとこの先に行くと温泉があるんですけども、日々旅にして旅を進みかとす、中学の時にね、それを国語の古文で教わって、はあ、面白そうな生活だなと思ったんですけど、そういう生活をするようになりましたよ。やってみると意外と普通ですけどね、もう慣れちゃいました。松尾芭蕉は旅行中に死にたかったそうですけど、最後どうなったんですかね、本当に旅行中に死んだのかな。さて、ただいま午前10時になろうとしているところですが、昨日の再生数は78,000ということですので、今日の予算は9,800円。最上川はまだ見えてきませんが、この辺りは天然の、農作物に被害を及ぼすような、風が吹いていたはずでして、それが相当強いので、じゃあそれを発電に使ってやろうとウィンドローム立川といったと思いますが、かつて立川町、現在の庄内市、そこを中心に開発をしている、あのような風力発電エリアがあります。庄内平野もそろそろ終わり、山がそびえてきます。その山から吹き下ろしてくる冷たい風、それが夏にはずっと吹き続け、清川出しという日本三大季節風の中に数えられる、この辺りの農作物に悪影響を及ぼす風が吹くのです。
空再生の列車は基本的に車掌さんのいないワンマン列車。そうすると一番後ろのところに立って景色を眺めることができます。もうそろそろ最上川のほとりを走るようになります。すぐ脇が日本三大急流の一つ最上川です。松尾芭蕉もこの最上川を使って今私が向かっている大石田から途中古口というところまで向かいました。トンネルはレンガで作られていて昔から重要な場所であったことがわかります。レンガでトンネルが作られている鉄道は基本的にその黎明期からあり歴史の長い路線です。今時速は100キロ。ただのローカル線かと思ったら全然そんなことない。お、白糸の滝ドライブインだってどっかに滝が見えるんじゃないかな。列車が速すぎて残念ながら白糸の滝を見ることはできなかったんですが、ここで松尾芭蕉の奥の細道をそのままお借りして、で皆さんに最上川のご紹介をします。最上川は道の区より出て山形を水上とす御殿はやぶさなどという恐ろしき難所あり、板敷山の北を流れて果ては酒田の海にいる。左右山を覆い茂みの中に船を下ろす。これに稲積太郎や稲船という名らし。白糸の滝は青葉の隅々に落ちて仙人堂岸に臨んで立つ。水みなぎって船危うし、さみだれを集めて林最上川。これは有名ですね。簡単に和訳しますと最上川は米沢市を、その起点としており、御殿とかはやぶさとかいうそうですけど、ちょうどねこの辺りだと思います。時には三大急流に数えられるぐらいの、とんでもない急なところもあります。この先古口というところから遊覧船に乗ることもできますが、それはものすごく急なところを通るわけではどうもないようです。船下りもできます。そして、最後は山形県酒田市から日本海に入ります。左右はこのように山に覆われ、松尾芭蕉はこの川を下るときまるで茂みの中を通るようだと言ったそうです。その時時期柄ちょうどさみだれが降っていて川も増水、さみだれを集めて川の流れが大変速くなっていて、ちょっと怖いな、そんなスリルも味わったんじゃないでしょうか。途中の難所なんかね恐ろしいと言ってるぐらいですから本当に怖かったんでしょう。私はそういう急な危ない流れの方が好きですけれど、私は松尾芭蕉ってのは YouTuber みたいな感じで、旅行に行きまくってその様子を本に書いてそれでお金もらってまた旅行に行きまくるみたいな人だと思っていたんですが、どうも違うようです。もともと普通に好きで旅行に行って好きでその記録をつけて本人が亡くなった後に出版をされたんだそうで、じゃあ一体資金源は何なのかということになります。もちろん俳句の名手、俳句の名手でしたから、弟子などもたくさんいたようですけれど、基本的に弟子料金みたいなものは取らないで無料で教えていたそうです。ただそこから寄付とかいろいろもらっていたので、それものをもらってですね、それで差し入れで旅行しまくったり旅先で泊めてもらったり、でも馬に乗ったりとか温泉旅館に泊まったりとかもしたらしいんですが、それは幕府から実はお金をもらっていたスパイだったのではないかという話もあります。特に昔は通行手形パスポートみたいなものの幕府からの発給を受けるのが難しく、幕府からのバックアップがなければこんだけ旅行しまくるのはさすがに無理だったんではないか、そんなことがよく言われているのです。到着したこの駅が古口だったかな、船下りの玄関の駅として知られています。山形県新庄市は新幹線もやってくる最上地方の重要な駅です。もともとここからは最上川の水運を使って日本海側へ物を流す、そういう場所として機能しておりまして、それでその拠点として繁栄をしたところのようです。ただ一方で日本海側への陸路、道、道路そういったものはですねほとんど整備されておらず、明治時代の初めぐらいまで全く道路はなかったようです。新庄祭りは開催がですね他の東北の有名な祭りとはちょっとずれてました。8月の終わり頃見ることはできませんが、立派な山車です。あの山車を使うお祭りが結構ね軒並みこの間ユネスコ無形文化遺産に登録されましたけれど、これももちろんその中の一つ、上には立派な垂れ幕っていうのがかかっております。新庄駅のコンビニニューデイズで売ってる塩焼きそばが美味しかったんですが、安かったしね100いくらとかで食べられたと思うんですが、あの売ってなかったので代わりにトルティーヤを買いました。高校時代電車にお金使いすぎてお昼ご飯は基本的にいつもなかったんでね、友達に何か恵んでもらっていたもうひどいやつだったんですが、
友達がこのトルティーヤを1個くれまして、食べたらこんな美味しいものあるのか感激したもんです。2つで210円。しかしせっかくなのでお昼ご飯はさっきのはちょっとねお腹のこう維持ぐらいにしておきまして、この先の銀山温泉で何か美味しいものを食べようと思います。これやってみたかったんですよ。こっそりやろうかなと思ったんですが、係員までお申し出ください。これ一人で係員に申し出るのはちょっとハードルが高い。じゃあいいか。まあ何か事故の時の訓練をやってるみたいですね。若い女性の方がですね、大きな声を出して何か何とかよしみたいなことやってます。一部破損って書いてあるから、何か台車とかが壊れた時に備えての訓練なんでしょうね。 JR も安全安心です。ちょうどお昼を知らせる鐘が鳴りました。ここが大石田駅。外国人観光客の方の姿も見られます。銀山温泉へのアクセス駅であり、私も冒頭でお話したように、今回は向かうわけですが、こちら大石田丸と書いてあるこの絵、説明も書いてあるな、大石田船運、ここからまた最上川に船で、乗り出すわけですけれど、松尾芭蕉もここから、さっきの清川、風の吹く清川まで船で移動したそうです。銀山温泉まではバスで往復1420円かかります。でここで自転車レンタサイクル300円で借りられるんですが、前に行った時はお金なかったんで300円で自転車借りてそれで行ったんですよ。で今回も久々にその頃を思い出してもう一回やろうと思ったんですが、ちょっとねもう目を開けるのも眩しいぐらいの日照り、暑くてこれ自転車で行ったら危険だし、飲み物代がものすごくかさんで、多分飲み物2リットルの水、1本で済むかな、済むか済むとしてもですね、結局なんだかんだ、実質、600円とか700円ぐらいなんかもろもろかかっちゃうんじゃないかなという気がしまして、ちょうどバスの時間もあるので、これからバスに乗り換えて向かうことにしました。といっても今からあとここで30分まだ待たされるんですが、それぐらいであればいいかな。バスでも40分かかるところ自転車で行くので1時間ぐらい片道かかります。もっとかかるか。おお、随分立派な大型バスで来てます。あ、案外小さいバスだった。え、来ました。これが銀山温泉です。曇ってる時の方が光の当たり方、逆にまんべんがなくていいかもしれませんが、ともかく下に流れるこの銀山川と、大正時代からずっとそのまま残っている建物、これは大正時代じゃないね、たまにそういうのが混じってますけれど、全般的に雰囲気も整えられていて人気の温泉地であるのも納得です。今日も夏休み数多く若い人たちにも関心が持たれている力のある温泉地だと言えます。なぜこのような大正時代の建物が多く残っているのか、それは明治時代の終わりにここの銀山川で大変な洪水がありまして、温泉街は全て流されてしまい、その後まとめてみんな、地元のお金を使ってですね、尾花沢市が主体だったか山形県主体だったか忘れましたが、お金をバシッとかけて、もう一度復興しまして、その時に統一的に復興された建物群が今でも残っているということです。私は夜に来たことはないんですが、ここは夜が美しいところだと言われております。ここに並んでいる電灯と言いたいところですが、これはねどうも電灯ではないようですよ。見るとね、電気ではなくガス灯です。明治時代の初め銀座に姿を現し、人々から好奇の目で見られたというガス灯、ここにはそう意図的にあちこち並べてるんですね。ちょうどね前にスーツを着た私よりも上着も着て3ピースでベストまで着たすごい清掃してる方がいてですね、中の撮影とかさせていただけませんか聞いたら、特別ですよ、勝手にこのお風呂とか撮ったらダメですけども、撮影 OK いただきましたので、皆さんにご覧に入れたいと思います。この場所のお店まだわからないんです。名前 お店旅館さんの、ね、日帰り入浴させてもらってるんですけど、まだわからないんですが、後で皆さんに、お知らせします。今ステンドグラスみたいなんですね、大正時代の建物でしょ。天井が高い。ここは脱衣所です。お湯は硫黄とはまた違うかもしれませんが、なんかの香りがしてきます。もう一回言うようですが、特別な許可を得て撮らせていただいてますので、皆さんもよろしくお願いしますね。壁はタイルでの飾り付け。これはむしろいい意味の褒め言葉なんですけど、古さを感じるという意味なんですが、脱衣所に洗面台がないんですよね。多分もともとなかったんでしょうね、そういうもので。後で必要になってからここに後付けしたようなことが感じられます。脱衣所を出たところにこういう水場がある、面白いことです。そうか、異様じゃないけれど何とも言えない温泉の香りっていう場合は大体硫酸ですね。書いてませんけど、もちろん源泉かけ流し循環炉が等は特にしていません、書いてありました。
扉1枚隔てたところ、レストランみたいなところに行きました。多分食堂として普段は使ってるのかな。あんまり私はよく分かりませんが、同じ旅館さんです。で、昼間もランチ営業されています。メニューは2つあって、銀山カレーと紅花ライス。銀山カレーを注文しました。紅花ライスはハッシュドビーフで、サフランライスは多分紅花で作ってるってことなのかな。全部地元尾花沢市に関連したもののようです。尾花沢牛、それから地元の名産、全国1位の出荷を誇る、スイカ、それで煮込んだカレーライス。味付けは中辛とのことです。もう食べてるんですけど、なんかね、甘さと辛さが同居する感じですよ。美味しい。食事と日帰り入浴をさせていただいたのは、この後ろにあるこれですね、銀山荘さんというのか、戸籍や別館さんというのか、どっちなのかわからないんですが、ここです。で、この立派なんですが、反対側にですね、また銀山温泉の中でも話題の建物がありまして、それがこれです。ちょっと逆光で見えないか。この目の前の藤屋さんは、もともと古い旅館だったんですが、今でも古い旅館なんだけれど、全面的な改装をしまして、このようなデザイナー旅館みたいなことになっています。旧来の値段と全然違う設定、3万からだいたい5万円ぐらいの、高級志向になったそうです。私もニセコでね、すごい高いザボーリンというところに泊まったことありますが、多分それに近いような感覚のものでいいと思います。でここにはですね、前外国人の、おかみさん、ジミーさんという方がいて、非常に有名でテレビにも出まくってたらしいんですね。日本人よりも、日本のことをよく分かっているということで、相当話題になっていたそうなんですが、経営方針の違いからか、この旅館をですね、改装するということに、もともとは普通の旅館だったわけですけど、その後で改装してから、方針が旦那さんと違ったのか、あまり詳しいことは分かりませんけれど、その方はですね、理由は不明のままですが、アメリカに帰国されて、どうもウィキペディアを見た限りだと離婚されているようなんですけれども、そしてその後この旅館は、民事再生法適用、要するに一度倒産したというわけです。現在はね、このようにちゃんと営業してるんですが、もともとはこういうような他の建物と同じような古い建物であったんですが、これを建てる時もですね、銀山温泉の中でこういう新しい建物は似合わないんじゃないかとか、言われていることもあるようです。私としてはね、外装を変えないで内装だけリニューアルすればよかったんじゃないのかなという気もするんですけどね。それどうなんでしょうかね。東京の新国立競技場を、設計した方と、が、これを設計したらしいです。目の前、大物のお魚がおります。釣りは禁止のため、ここでのびのびと生育しているそうです。いつもね、同じ場所にいるんだと、この後ろの、スワローネという名前で喫茶をされているようなんですけれど、この旅館のですね、さっき食事したところの方が教えてくださいました。で、この橋なんですが、それぞれ橋によって形が違うんですね。見ると分かります。全然違いますね。これはそれぞれの旅館がここにかけている施設の橋なんだそうです。この橋は目の前の藤屋さんが建てたもの、この橋は私が今お世話になった銀山荘さんが建てたというか、かけたもの。だからそれぞれデザインも違うし、飾り付けもまた異なっているわけです。ここではお花が飾られています。温泉街は非常に短くて、全部で5分ぐらいで歩き切ってしまうと思います。ここにこんな風な橋がありますけれど、これを渡った先のところから大きな立派な滝を見ることができます。それ見に行きたいんですが、ちょっとね、失敗しまして、普通に失敗したんですけど、バスの本数が少なくてですね、バスの時間もギリギリになってしまったので、もう行かないと間に合いません。あとバスの出るまで5分、5分あれば戻れますけどね。しかしいい景色だ。ちょっと離れて自分用に記念写真を撮っておこう。いいなこれ。さっきのレストランの方に伺ったんですけど、その方も日が沈む前にはもう仕事を終えてお帰りになるそうでして、前日が沈んだ後に、退勤するってことがあったらしいんですね。でその時に夜になってここの景色見てみたら、うわーと、いつもここで働いている方でもね、あまりにも綺麗で感動したということですから、やっぱりこれは夜になったらまた、来ないといけないですね。今日は残念ながら寄ることはできません。泊まるお金がないからです。これですね、見た目通りそんなに大規模な旅館がありませんし、温泉街も大規模ではないので、キャパシティも少なく、この藤屋さんなんかね、ここは特に高級気質なわけですから、そうなんですけど、8室しかないそうでして、満室になるのも、結構多いことなんだそうです。今日も基本的には満室だそうです。大口駅に戻ってきました。ここまでの道中、新しい尾花沢市役所を見ました。令和になったのと同時に供用を開始したそうです。その脇には大きな雪室があって、夏には冬の間に溜めておいた雪で冷房の節減のために冷気を使うんだそうです。だから今も雪が積もっているはずです。
前の古い建物の時にも、その脇に巨大な雪の山を作って夏の初めぐらいは冷房としていたそうでした。次の山形行きまではこの駅で1時間待つ必要があります。蕎麦どころ風流と書いてあります。この辺りで蕎麦をたくさん作ってるんですが、あれはもともと田んぼだったんだけれど減反政策の関係で、その奨励金をもらうためにお蕎麦を作ってるんですよというふうに聞きました。どうもそうらしいんですが、あの減反によって、田んぼを作るのやめて別のものに転換すると、政府から奨励金もらえるらしいんですけど、あのただそんなに一生懸命他の作物を作りたくないという人はとりあえず手間のかからない蕎麦を作るのだそうです。だからね、名物でも何でもそうなんですけど、あのこの世は金だってことですね。あのこれは本当に別になんか皆さんに言いたいことがあるわけじゃないですが、あの観光地とかね見てると、まあ、大体お金に絡んだことで何か動きがありますよ。もうそういうもんなんですから、あの視聴者の皆さんもですね、あの私がこういう風にお金儲けで動画作ってっていうのは分かると思うんですけど、でもね、あの今回のこの動画は普通に私も毎日毎日楽しくて、あのついつい自分のやらなければいけない他の、自分の仕事をね忘れがちになっております。良くないんですが、まあ、楽しい旅ができているのでいいことです。今日は夏休みですけど、ホーム上はやはり高校生でいっぱいです。多分みんな部活があるんだと思いますが、そういうのって楽しくてやってるんですかね。だったらまあ充実した高校生活を送れていて何よりとは思うんですが、山形駅に着きました。途中の景色も映したかったんですが映せません。もうねあまりにも人が多すぎて、車内もね暑くて大変でした。若い人たちばっかり、みんな山形に夏祭りか何かで来たんですかね。とんでもない混み方です。まあ外の景色はだいたいさっきご覧に入れたような、ね、一面の田んぼみたいないい景色でそこをねすっ飛ばしていくんですけど、動画を撮れる感じではなかったです。ここに米沢行きの列車が止まっています。まあ、もしね今日泊まるところがなければこれに乗って、この間ご紹介した素晴らしい2700円で泊まれる温泉地、なんだっけあそこ、あれちょっと待てよ、あれ乗り換え時間はしばらくあったはずなんだけどな。車内放送もねあまりにも人が多くて何も聞こえなかったんですが、私の乗っていた列車は遅れていたようで、本当は山形駅で9分の乗り継ぎ時間だったのが、どうも2分になってしまっていたようでした。いや気づかなかったな。でもあの列車に乗らないと友達と当寺沢駅で待ち合わせということになってるんですが、これは困ったな。ホームにいた視聴者の方から今日は山形で花笠祭りがあると教えてもらいました。だから列車が混んでたんですね。遠くのお祭り、仙台の七夕、山形の花笠、秋田の竿燈、青森のねぶた、ねぷた、立ちねぷた、大体これらが全て同じ時期にまとめて行われるので、それらを全部一度に回ってしまおうというバスツアーなどもあります。9、8、7、6、5、4、3、花笠祭大パレードスタート。こんな暑い中、幾重にもなってる20、30ぐらいに来てるんだろうと思うんですけど、こんな着物を着て途中で水を飲むこともできません。大変です。私も小学校の時に運動会でこれやらされました。正直気は進まなかったですけど、今回のこういった事情で遅れてしまうのであれば許してくれる友達だというのは分かっているので、今回は彼にもね前花笠見に来てくれよというふうにも言われていたし、まあその言われていたおすすめが、あなるほど確かにこれは進められるものだと、ここで感動したことによって、まあきっと多少埋め合わせにはできるだろうと思っています。奥羽本線の列車に乗っている時も実は若い女性がものすごく多く乗っていて、なんかいっぱい乗ってますねって言おうかなと思ったんですが、視聴者の方に気持ち悪がられそうなので、まあそれはやめておいたんですが、なるほどそりゃいっぱい乗ってるよね。山形県内各地から大勢踊りに来ているようです。これはおそらく皆さん天童からやってこられたもの、山形厚生看護学校と書いてあります。皆さん将来看護師さんになられるんですね。ぴったりとほとんどずれることなくお上手です。私が小学校の時の花笠の写真、多分今手元にあるな、よかったら見てください。何の足しにもなりませんけど、この花笠祭りの発祥は先ほど通った尾花沢市だと言われています。あ、男性陣も踊ってる。踊り方が違うんですね。
もっと長く見続けたいところですが、この後の1本後の当たら沢線で当たら沢駅に行くことになっていますので、ちょっとこのぐらいにしておきたいと思います。ちなみに今撮っていたのは、私が最長往復切符の時家に上着を送り返した山形中央郵便局前です。そんなどうでもいいか。若い人がやるのもいいけど、やっぱ熟年の方がこういうのやってると安心感がありますね。ちっちゃい子も一緒に混じって清掃で大変立派です。少なくとも私が小学生の時運動会で踊ったよりは。私の友達やっと連絡がついたんですが、山形まで迎えに来てくれるということ、ただし花笠で山形駅周辺はちょっと交通が阻害されるかもと言ったら、一つお隣の蔵王駅を指定されたんですが、その蔵王駅へ行く列車がですね、まだ停車中。この列車運転再開のメロが立っていません。何か線路ですね、不都合が起こったようです。たった一駅なのに移動できないもどかしさ。今の時刻は18時30分ですが、この列車の運転再開時刻は19時30分頃だそうです。何度同じ光景を見てるんだ。今日は運が悪く虚しくなりますが、本当に運が悪いのは私のせいで待たされている友達なので、あまり不平不満は言わないことにします。まあ、JR だってこの夏の暑さでいろいろ大変なんでしょうね。お客さんも増えて仕事も大変です。今ね、暑くて大変ですって言いましたけど、やっぱそうだったみたいですね。暑さでね、線路がおかしくなってんだろうなと思ったんですけど、実際にそのような放送が今かかっています。高温でレールがいかれるほど暑かった今日の山形、実際そういう風になったのは米沢市周辺らしいんですが、この山形盆地であり日本で一番暑い記録を長らく保持していました。 40.9 度だったかな。あ、すいません、なんか待たしちゃって。いや、まあ、全然もう食べ作りんねんよね。なんかここ動画出てたよね。ここだよね、確かね。ヒッチハイク車の、そう、いや、ここ、あのラーメンまでごちそうになりましたけど、私のもう、これ自分でも、ね、言ってましたけど、彼もテレビに出てるから、ね、問題ないんですけど、私立岩倉高校出身の、佐竹くんで、その実名で出るうちのチャンネルの、こういう準レギュラー的な人ってめったにいないんですけどね。もうしかもテレビに出てるの、これも言って大丈夫なんですけども、山形鉄道株式会社に、ご勤務というわけです。これもね、ここまで個人情報を言って大丈夫な人はなかなかいませんが、そう、今回はですね、このようにお世話になっております。前に東京に来た時ね、私も、ジョナさんをおごったんで、今日もですね、ココスをおごってくれるところだったんですけど、私ラーメンの方が食べたかったんで、ラーメンをおごってもらいましたね。嬉しいですね。今度東京に来たら、またなんかおごってあげるんで、よろしく。今日は本当はこの辺り、当てら沢に迎えに来てもらう予定でした。彼らの家はここにあって、明日は こっち方向ね、こっちへ行くんですけど、ただし、当てら沢に向かうことができなくなったので、山形、このお隣のこの駅で待ち合わせということになっていましたが、それも奥羽本線の、列車がですね、あのようになったので、できず、結局山形駅まで来てもらったのでした。山形駅周辺は結局車そんな混んでなかったよね。混んでなかった。混んでなかったね。予想よりいなかったね。なんか最初から普通に山形で待ち合わせしとけばよかったなと思う。こっから、あ、30分ぐらいかかんだね、片道山形駅まで。かかる。そうか。いや、なんかごめんね、本当。大丈夫よ。ありがとうございます。またそれで佐竹くんの家に泊めてもらってるわけですが、いや、これ懐かしいですね。この背景で動画撮ってるのは、皆さんも見たことありますか？動画残ってますが、彼もね、覚えてるみたいです。じゃあ今日ですけど、今日ね、ちょっと最近お金が逆に節約は前通りしててね、買って兜の尾を締めるとか言って、あんま使わないようにしてるんですけど、今日も宿泊費はおかげさまで0円で、お礼に食事ご馳走するつもりがごちそうになってしまったので、まだ最後の締めしてませんが、4800円ぐらい多分今日残っている計算。まあ、こういうのはね、貯めておいて、ところどころバッと使おうかなと思ってるんですよ。ずーっとこうケチってるばっかりじゃなくてね、たまには旅館に泊まるとか、たまには、なんかこういうね、バスに乗ってここしか行けない、これ行くとか、そういうことやろうと思ってるんで、まあお楽しみにって感じです。だからとりあえず予算の設定をそんなに厳しくするつもりはありません。さっきね、マックスバリューに行って買ってきたんですが、カキフライ149円。食べる？いらない？ん、いいよ、食べても。食べてオッケー。あ、割り箸あんの、ありがとう。使い捨て、うん、もうね、めんどくさいもん、洗うの。まあそうなんだよね、一人暮らしだとそうだよね。でもちょっと冷蔵庫入れちゃったからさ、冷えてるかもしれない。醤油入れ、醤油かける、かけぐらいでどうやって食べるの？ソースかける。ちょっととりあえず食べる。あ、
あんま味ついてるけどね。冷えてない。ちなみに今私が着てるこの服はですね、モンテリオ山形、山形県のサッカーチームなんですが、私もですね、彼が高校の2年になった時から同級生なんですけど、ずっとあれあれを山形青白の魂っていう応援歌をずっと歌ってるんですよ。で、最初みんななんかうるさいなみたいな感じだったんですけど、ずっとなんか聞いてるうちに洗脳されてきてですね、私も、ずっともうなんか授業中とかに先生がいなくなったりするといきなりこう歌い出したりとかしてですね、逆に向こうからうるさいという言われるぐらいにまで大量に歌いまくりまして、みんな洗脳されてましたね。私だけじゃなかったですよ。私のね席の前の人みんなね、みんな歌うようになっちゃって、最初は全然聞いてなかったね。すごいことだと思うんですが、私はそれでモンテリオ山形が当時高校2年の2014年 J2 だったんですが、J1 に昇格した、よりもよって JR 東日本のですね、スポンサーになってる、ジェフユナイテッドに勝って、昇格した、その戦いも見に行きました。あの試合も面白かったよね。なかなかさ、最初負けててさ、勝つか引き分ければっていうところに2点取られて、違ったっけ？1点取ったんだよ。そうだ、負けるか引き分けるかしたら昇格しなかったんだね。そうだ。で最後に1点取ったかなんかだよね。取って勝った。そうだ。あれ面白かった。というわけです。じゃあ今回はこれで終わり。どうもありがとうございました。